もしもし。もしもし。はい、テレフォン人生相談です。あ、すいません、お願いします。最初に年齢を教えてください。34です。34歳。独身ですか？結婚してます。結婚してます。奥さん何歳ですか？30です。30歳。お子さんは？いないです。いないですか。じゃあ今お二人で暮らしてるんですね。そうです。はい、わ、はい、かりました。で、どんな相談ですか？はい。その奥さんが、はい。2ヶ月弱ぐらい前に、はい。出ていっちゃいまして、はい。結婚してからどのぐらい経つの？もうすぐ3年です。もうすぐ3年。3年目になりますね。3年目ですね。はい。で、2ヶ月前ぐらいに家を出てしまった。はい。はい。それで、もう連絡が来てないの、今。たまに来ます。メールかなんかが来るということ。そうですね。はい。うん、で、なんで出てったんですか。初めは些細な喧嘩だったとは思うんですけども、はい。向こうが言うにはですね、はい。私も、その時はちょっと、結構頭に血が上ってたものですから、はい。離婚届をもらってきまして、はい。で、まあ、脅しというか、本当にこう、分かってほしいっていう、気持ちでですね、はい、彼女を直してほしいところとかをですね、はい、こういうところ直してくれないと、もう離婚するぞみたいな、はい、離婚する気っていうのはもちろんなかったんですけども、はい、まあ、脅しのつもりでそれを出しまして、はい、そしたら、まあ、彼女が言うには、それを見た瞬間に、なんか、すべて冷めてしまった、すべて、なんか、気持ちがもう離れてしまったっていうんですね。はい、はい、はい。でそれでもう出て行ってしまったんですけど、なんか些細なことでここまで大きくなっちゃうっていうのは、はい、これは口実で些細なことっていうのは、もともとなんか気持ちが離れていたっていうことはないんですか。まあ、あなたはなんか離婚するつもり全くなかったっていうけども。そうですね、どちらかというと向こうの方が全然私にべったりだったんですね。はい。結構向こうの方が私がいないとダメだみたいな感じだったんで、はい、今なんかそれが180度変わってしまったような感じになってしまいまして。うん、まあ、要するにあなたの方が実はしがみついていたんでしょ？まあ、そういうことになるみたいですね。うん。些細な喧嘩ってどんな喧嘩ですか？彼女結構大雑把というかガサツなとこがありまして、はい、まあお互い仕事してるんですけども、はい、食事とかは作ってくれるんですけど、あんまり家事が得意ではない方なんですね、はい、で私の方も細かいところなんですけど、こういうところ掃除しといてとか、はい、掃除のやり方とかですね、そういうのを教えるんですけど、はい、そういうのができなかったりで、一番その出てた時に喧嘩したのが、彼女は夜長電話をしてるんですね。はいはい。1時間とか1時間以上ぐらいですかね。はいはい。で、初めは私も別にそんなに、まあ、ちょっと電話していいっていうことで、あ、いいよっていう話で、はい、まあ初日は別に気にも留めなかったんですけども、はい、それが2日3日連続で続きまして、はい、私が家に帰って、ってながら二人きりの空間で、はい、まあ別の部屋に行ってますけど、はい、長電話、せっかく私が帰ってるのに、はい、長電話するのは失礼じゃないかってもいうことを注意しまして、はい、電話なんか長くても5分10分だろうっていう話で、はいはいはい、怒ったんですね、はいはい、で私がいるのにそれ失礼だからやめてほしいっていうふうに言ったんですね、はい、でその場はじゃあ分かったっていうことだったんですけど、はい、またその次の日とかに同じことをしたんで、はい、それですごく怒って、その次の日かなんかに離婚届を持ってきて、ちょっとその時かなり頭に来てたんで。それは頭に来るね、はい、だけどそれ今あなたが頭に来てね、離婚届持ってきたっていうのはよく分かんないけども、はい、他の人でね、例えば他の家庭でもいいんだけれども、あなたの友達でも、はい、誰でもいいけれども、はい、同じことをされたら、はい、離婚届持ってくるほど頭に来たかね。まあ、いかないかもしれないですね。まあ、もともと自分の性格も短気なところがあるので。
短期じゃないんじゃないのかな。関心が欲しいんですよ。他の人との関係でも十分そのなんていうのかな、小さい頃親からの関心をもらって満足して成長してきたっていうことでもないんじゃないの、どっかで。それで今あなたの相談っていうのは、はい、脅しのつもりで持ってきたら、それが奥さんが家を出るところまで来ちゃったと、はい、もう2ヶ月近く経っちゃったと、はい、どうしたらいいんでしょうっていうことですかね。本心は戻ってきてほしいですね。であなた自身は離婚するつもりはないということですね。はい、はい、分かりました。今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃったので、はい、伺ってみたいと思います。はい、こんにちは、中川です。はい、すいません、お願いします。今ね、はい、たまにメールでやり取り連絡はあるとおっしゃったでしょ。はい、どういう連絡があるんですか、奥さんから。体調はどうっていうような心配するようなメールは来ますね。あ、そう、心配してくれてんだ。ただそんなに心配なら戻ってきてほしいっていうようなことを返しますと、気持ちは変わらないから戻れないみたいな、よくわからないんですね。あなたね。はい、言っちゃ悪いけどさ、なんかごっこ遊びしてるみたいだな。あのね、はいはい、あなた脅しのつもりで離婚届を出したっておっしゃったでしょ。はい、それで脅しのつもりであなたの意図するように本当に脅しの効果をね、はい、持つためには向こうからすれば本気だと、はい、思うような、はい、受け止め方の出し方じゃなかったら脅しにならないでしょ。はい、だから向こうは本気だと思った。はいはい、まあ、当たり前の話でしょ。はい、あなたがいくら心の中で脅しのつもりだと思ってようと、はい、脅そうとするにはね、はい、向こうが本気だと思わせなきゃしょうがないんだから。はい、それで熱が冷めたと、はい、言われてもそれは自業自得だわな。そうですね。はい、一つ。だからもう一つね、あなたその時こういうところを直さないとっておっしゃったでしょ。はい、でそれ例えばガサツな性格でね、家事がどうこうってお話の中で掃除のやり方があなたからするとガサツで、はい、ね、でやり方を教えるけれども、はい、それができないとおっしゃったでしょ。はい、でそれは家事の得手増えてはあるんだし、好き嫌いがあるからさ、はい、あのどうでも直せって言ってみたところで、うん、治りこないっすよ、そんなもん。はい、そういう性格だけれどもお互いに必要と思い尊重し、はい、一緒に暮らす覚悟があって、はい、初めて夫婦なんじゃないですか。はい、ね、それがね、はい、例えば闇雲に借金してくるとかさ、うん、そういうシリアスな話だったらちょっとそれは別なんですよ。はい、だけどさっきあなたがおっしゃったレベルのようなこと、はい、まあ、はっきり言って長電話だってそうですよ。はい、1時間話してんだったらいいじゃん、その間あなた好きなこと自分でやってりゃ。はい、あの夫婦として一緒に暮らしていくことからするとね、はい、続きようがないです。うん、それでただ、はい、あの幸いにね、はい、奥さんの方が体調どうなんてねメールよこしてくるわけじゃないですか。はい、でそれに対して心配なら帰ってこいってね、そりゃないでしょ、あなた。そういう言い方はしてないですけど。無論、うん、どういう言い方したの。はい、メールでは、うん、戻ってきてほしいとか、うん、2週間ぐらい前に実際に会って話し合って、うんうん、その時に当然今までのことを謝りまして、うん、はい、戻ってきてほしいことを伝えて、うん、そしたら奥さんは、まあ、その時は家で話したんですけども、うん、もう結局その日はもう出てってしまいました。うん、男性の方からね別れるって口に出しちゃったら、はい、それはもうおしまいなんだよ。はい、はっきり言って、はい、と彼女にしてみればこの先、今さっき申し上げたように奥さんにとってもそうだけども、人の性格ってね大人になれば基本的に変わりませんから。はい、そうするとあなたはそうは言うけれども、はい、そこまで一旦やられてるから、はい、
あなたと一緒にやっていけるかどうか、正直自信はないんだと思いますよ。そうですね。だからね、あなたが今できることっていうのは、はい、で、あなたの気持ちが奥様のことを本当に好きで、本気で別れる気なんて毛頭ないんだと言うんであれば、はいはい、繰り返し繰り返しね、はい、そのメッセージを送り続けて、さあ彼女が改めて振り返ってくれるかどうか、はい、それにかけるしかないですよ、はい、でも、はい、なかなか難しいことかもしれませんよ、はい、ねえ先生今中川先生の話を僕もずっとね、はい、そうだなと思いながら伺ってきたんですけどね、隣で、はい、あなた脅しなんだけれどもね、はい、内容はどういうもんだと思う？内容、うん、愛情要求です。私をもっと愛してという愛情要求。でね、さっき家事をしてくれないと、掃除の仕方が教えてるのって言ったけども、はい、ひょっとして、はい、ひょっとしてですけれども、お母さんのような掃除の仕方をしてほしいんじゃない、家事も。そうですね、そういうのはあるかもしれないですね。つまりね、あなた短期な性格って言ってましたよね、さっき。はい。短期な性格じゃなくて甘えん坊なんですよ。はい。お母さんのような女性を求めていたの。で、離婚の脅しは、その愛情を要求したんです。そうですね。ちょっと最後にきついようなこと言っていい？離婚届を見た瞬間、はい、気持ちが冷めましたって言ったでしょ、はい、内容はあなたの正体が見えましたってことです。だから そのこれからね、はい、僕は大人になる努力をして頑張りますと、はい、そういうアプローチの仕方しかないんじゃないのかな。そうですね。彼女もすでにね、寂しかったんですよ。はい。向こうもべったりって、彼女もべったりしたかったんだよね。はい。おそらく彼女は男と女の関係を求めていたんだろうけれども、はい。あなたがまだ大人になってない、男になってないからね。僕のお母さんじゃないよっていうことで出て行ったっていうことですよね。そういうことです。そういうことですよね。うん、はい。だからもう自分はお母さんじゃなくて、はい、これからは一人の女性と一緒に生活を築いていきたいと。はい。まあこれはもう中川先生もよくラジオでおっしゃるんだけどね、はい、ただ女が一旦冷めたら元に戻らないよっていうのは。そうですね。はい。だけどこれが、まあ、戻ってきてくれたにしてもね。はい。戻ってきてくれなかったにしても。はい。あなたにとってはいい経験だよね。まあ。見た瞬間気持ちが冷めましたという、あの彼女の一言で。はい。俺は男になるんだという、そうして人生を出発してきて、はい、あ、今日の幸せがあると。50歳の時に思えるかもしれないでしょ。そう、そう思えたらいい。はい。思えるんじゃないの？覚えるように頑張ります。そうですね。はい。はい、じゃあどうも失礼します。はい、ありがとうございます。依存心を愛情と合理化している人は多いです。短期じゃないんじゃないのかな。関心が欲しいんですよ。他の人との関係でも十分、そのなんていうのかな、小さい頃親からの関心を
もらって、はい、満足して成長してきたっていうことでもないんじゃないの、どっかで。それで今この手の相談っていうのは、はい、脅しのつもりで持ってきたら、それが奥さんが家を出るところまで来ちゃったと、はい、もう2ヶ月近く経っちゃったと、はい、どうしたらいいんでしょうっていうことですかね。本心は戻ってきてほしいですね。で、あなた自身は離婚するつもりはないということですね。はい、はい、分かりました。今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃったので、はい、伺ってみたいと思います。はい、こんにちは、中川です、はい、すいません、お願いします。今ね、はい、たまにメールでやり取り連絡はあるとおっしゃったでしょ、はい、どういう連絡があるんですか、奥さんから。体調はどうっていうような、心配するようなメールは来ますね。あ、そう、心配してくれてんだ。ただそんなに心配なら戻ってきてほしいっていうようなことを返しますと、気持ちは変わらないから戻れないみたいな、よくわからないんですね。あなたね、はい、言っちゃ悪いけどさ、なんかごっこ遊びしてるみたいだな。あのね、はいはい、あなた脅しのつもりで離婚届を出したっておっしゃったでしょ、はい、で、はい、脅しのつもりであなたの意図するように本当に脅しの効果をね、はい、持つためには向こうからすれば本気だと、はい、思うような、はい、受け止め方の出し方じゃなかったら脅しにならないでしょ、はい、だから向こうは本気だと思った、はいはい、当たり前の話でしょ、はい、あなたがいくら心の中で脅しのつもりだと思ってようと、はい、脅そうとするには、ね、はい、向こうが本気だと思わせなきゃしょうがないんだから、はい、それで熱が冷めたと、はい、言われてもそれは自業自得だわな。そうですね、はい、一つからもう一つね、あなたその時こういうところを直さないとっておっしゃったでしょ、はい、でそれ例えばガサツな性格でね、家事がどうこうって。要するにあなたの方が実はしがみついていたんでしょ。まあそういうことになるみたいですね。うん。些細な喧嘩ってどんな喧嘩ですか。まあ彼女結構大雑把というかガサツなとこがありまして、はい、まあお互い仕事してるんですけども、はい、食事とかは作ってくれるんですけど、あんまり家事が得意ではない方なんですね。はい。で、私の方も細かいところなんですけど、こういうところ掃除しといてとか、はい、掃除のやり方とかですね、そういうのを教えるんですけど、はい、そういうのができなかったり、で、一番その出てた時に喧嘩したのが、彼女は夜長電話をしてるんですね。はいはい。1時間とか1時間以上ぐらいですかね。はいはい。で、初めは私も別にそんなに、まぁ、ちょっと電話していいっていうことで、あ、いいよっていう話で、はい、まぁ、初日は別に気にも留めなかったんですけども、はい、それが2日、3日連続で続きまして、はい、私が家に帰ってながら、二人きりの空間で、はい、まぁ、別の部屋に行ってますけど、はい、長電話、せっかく私が帰ってるのに、はい、長電話するのは失礼じゃないかってもう、いうことを、注意しまして、はい、電話なんか長くても5分10分だろうっていう話で、はいはいはい、怒ったんですね、はいはい、で私がいるのに失礼だからやめてほしいっていうふうに言ったんですね、はい、でその場はあのじゃあ分かったっていうことだったんですけど、はい、またその次の日とかに同じことをしたんで、はい、それですごく怒ってその次の日かなんかに離婚届を持ってきて、ちょっと、あ、その時かなり頭に来てたんで。それは頭に来るね。はい。だけど、それ今あなたが頭に来てね、離婚届持ってきたっていうのはよくわかんないけども、はい。他の人でね、例えば他の家庭でもいいんだけれども、あなたの友達でも、はい、誰でもいいけども、はい、同じことをされたら、はい。離婚届持ってくるほど頭に来たかね。いかないかもしれないですね。まあ、もともと自分の性格も短気なところがあるので。お話の中で掃除のやり方が、はい、あなたからするとガサツで、はい、ね、で、やり方を教えるけれども、はい、それができないとおっしゃったでしょ、はい、で、それは家事の得手不得手はあるんだし、好き嫌いがあるからさ、はい、
どうでも治せって言ってみたところで、うん、治りっこないっすよ、そんなもん。はい。そういう性格だけれども、お互いに必要と思い、尊重し、はい、一緒に暮らす覚悟があって、はい、初めて夫婦なんじゃないですか？はい。ね、それがね、例えば、闇雲に借金してくるとかさ、そういうシリアスな話だったらちょっとそれは別なんですよ。はい。だけどさっきあなたがおっしゃったレベルのようなこと、はい、まあはっきり言って長電話だってそうですよ。はい。1時間話してんだったらいいじゃん、その間あなた好きなこと自分でやってりゃ。はい。夫婦として一緒に暮らしていくことからするとね、はい、続きようがないです。うん。それでただ、はい、幸いにね、はい、奥さんの方が、体調どうなんてね、メールよこしてくるわけじゃないですか。はい、で、それに対して心配なら帰ってこいってね、そりゃないでしょ、あなた。そういう言い方はしてないですけど。無論、うん。どういう言い方したの、はい、メールでは、うん、戻ってきてほしいとか、うん、2週間ぐらい前に実際に会って話し合って、うんうん、その時に、当然今までのことを謝りまして、うん、はい、戻ってきてほしいことを伝えて、うん、そしたら奥さんは、まあその時は家で話したんですけども、うん、もう結局その日はもう出てってしまいました。うん、男性の方からね、別れるって口に出しちゃったら、はい、それはもうおしまいなんだよ。はい、はっきり言って。彼女にしてみれば、この先、今さっき申し上げたように、奥さんにとってもそうだけども、人の性格ってね、大人になれば、基本的に変わりませんから。はい。そうすると、あなたはそうは言うけれども、はい。そこまで一旦やられてるから、はい。あなたと一緒にやっていけるかどうか、正直自信はないんだと思いますよ。そうですね。だからね、あなたが今できることっていうのは、はい、で、あなたの気持ちが奥様のことを本当に好きで、本気で別れる気なんて毛頭ないんだと言うんであれば、はいはい、繰り返し繰り返しね、はい、そのメッセージを送り続けて、さあ彼女が改めて振り返ってくれるかどうか、はい、それにかけるしかないですよ。はい、でも、はい、なかなか、難しいことかもしれませんよ。はい。ねえ先生。ね、今中川先生の話を僕もずっとね、はい、そうだなーと思いながら伺ってきたんですけどね、隣で、はい、あなた脅しなんだけれどもね、はい、内容はどういうもんだと思う？内容、うん、愛情要求です。私をもっと愛してという愛情要求でね、さっき家事をしてくれないと掃除の仕方が教えてるのって言ったけども、はい、ひょっとして、はい、ひょっとしてですけれども、お母さんのような掃除の仕方をしてほしいんじゃない？家事も。そうですね、そういうのはあるかもしれないですね。つまりね、あなた短期の性格って言ってましたよね、さっき。はい。短期の性格じゃなくて甘えん坊なんですよ。はい。お母さんのような女性を求めていたの。で、離婚の脅しは、その愛情を要求したんです。そうですね。ちょっと最後にきついようなこと言っていい？離婚届を見た瞬間、はい、気持ちが冷めましたって言ったでしょ、はい、内容はあなたの正体が見えましたってことです。だから、ね、そのもしもし、もしもし、はい、テレフォン人生相談です。あ、すいません、お願いします。最初に年齢を教えてください。34です。34歳。独身ですか？結婚してます。結婚してます。奥さん何歳ですか？30です。30歳。お子さんは？
いないです。いないですか。じゃあ今お二人で暮らしてるんですね。そうです。はい、わかりました。で、どんな相談ですか。はい。その奥さんが、はい。2ヶ月弱ぐらい前に、はい。出て行っちゃいまして、はい。結婚してからどのぐらい経つの。もうすぐ3年です。もうすぐ3年。3年目になりますね。3年目ですね。はい。で、2ヶ月前ぐらいに家を出てしまった。はい。はい。それで、もう連絡が来てないの、今。たまに来ます。メールかなんかが来るということ。そうですね。はい。うん、で、なんで出て行ったんですか。初めは些細な喧嘩だったとは思うんですけども、はい。向こうが言うにはですね、はい。まあ私も、その時はちょっと、結構頭に血が上ってたものですから、はい。離婚届をもらってきまして、はい、で、まあ、脅しというか、本当にこう、分かってほしいっていう気持ちでですね、はい、彼女を直してほしいところとかをですね、はい、こういうところに直してくれないと、もう離婚するぞみたいな、はい、離婚する気っていうのはもちろんなかったんですけども、はい、まあ、脅しのつもりでそれを出しまして、はい、そしたら、まあ、彼女が言うには、それを見た瞬間になんか、全て冷めてしまった、全てなんか気持ちがもう離れてしまったっていうんですね、はい、はいはい、でそれでもう出て行ってしまったんですけど、なんか些細なことでここまで大きくなっちゃうっていうのは、はい、これは口実で些細なことっていうのはもともとなんか気持ちが離れていたっていうことはないんですか。まああなたはなんか離婚するつもり全くなかったっていうけども、そうですね、どちらかというと向こうの方が全然私にべったりだったんですね、はい、結構向こうの方が私がいないとダメだみたいな感じだったんで、はい、今なんかそれが180度変わってしまったような感じになってしまいまして、うん、まあだけしょうがないんだから、はい、それで熱が冷めたと、はい、言われてもそれは自業自得だわな。そうですね、はい、一つからもう一つね、あなたその時こういうところを直さないとっておっしゃったでしょ。はい。でそれ例えばガサツな性格でね、はい、家事がどうこうってお話の中で掃除のやり方が、はい、あなたからするとガサツで、はい、ね、でやり方を教えるけれども、はい、それができないとおっしゃったでしょ。はい。でそれは家事の得手増えてはあるんだし、好き嫌いがあるからさ、どうでも直せって言ってみたところで、うん、治りこないっすよ、そんなもん。はい。そういう性格だけれども、お互いに必要と思い、尊重し、はい、一緒に暮らす覚悟があって、はい、初めて夫婦なんじゃないですか？はい。ね、それがね、はい、例えば、闇雲に借金してくるとかさ、そういうシリアスな話だったらちょっとそれは別なんですよ。はい。だけど、さっきあなたがおっしゃったレベルのようなこと。はい。まあ、はっきり言って長電話だってそうですよ。はい。1時間話してんだったらいいじゃん、その間あなた好きなこと自分でやってりゃ。はい。夫婦として一緒に暮らしていくことからするとね。はい。続きようがないです。うん。それで、ただ、はい、幸いにね、はい、奥さんの方が、体調どうなんてね、メールよこしてくるわけじゃないですか、はい。で、それに対して心配なら帰ってこいってね、そりゃないでしょ、あなた。そういう言い方はしてないですけど。無論、うん。どういう言い方したの、はい、メールでは、戻ってきてほしいとか、うん、2週間ぐらい前に実際に会って話し合って、うんうんうん、その時に、当然今までのことを謝りまして、うん、はい、戻ってきてほしいことを伝えて、うん、そしたら奥さんは、まあ、その時は家で話したんですけども、うん、もう結局その日はもう出てってしまいました、うん、もしもし、もしもし、はい、テレフォン人生相談です。あ、すいません、お願いします。最初に年齢を教えてください。34です。34歳。独身ですか？結婚してます。結婚してます。奥さん何歳ですか？30です。30歳。お子さんは？いないです。いないですか。じゃあ今お二人で暮らしてるんですね。そうです。はい、わ、はい、かりました。で、どんな相談ですか？はい、
その奥さんが、2ヶ月弱ぐらい前に、出て行ってまして、はい。結婚してからどのぐらい経つの？もうすぐ3年です。もうすぐ3年。3年目になりますね。3年目ですね。はい。で、2ヶ月前ぐらいに家を出てしまった。はい。はい。それで、もう連絡が来てないの、今。たまに行ってます。メールかなんかが来るということ？そうですね。はい。うん、で、なんで出て行ったんですか？初めは些細な喧嘩だったとは思うんですけども、はい、向こうが言うにはですね、はい、私もその時はちょっと結構頭に血が上ってたものですから、はい、離婚届をもらってきまして、はい、で、まあ、脅しというか本当にこう分かってほしいっていう気持ちでですね、はい、彼女を直してほしいところとかをですね、はい、こういうところに直してくれないともう離婚するぞみたいな、はい、離婚する気っていうのはもちろんなかったんですけども、はい、まあ、脅しのつもりでそれを出しまして、はい、そしたら、まあ、彼女が言うにはそれを見た瞬間になんか全て冷めてしまった、全てなんか気持ちがもう離れてしまったっていうんですね、はいはいはい、でそれでもう出て行ってしまったんですけど、なんか些細なことでここまで大きくなっちゃうっていうのは、はい、これは口実で些細なことっていうのは、もともとなんか気持ちが離れていたっていうことはないんですか？まあ、あなたはなんか離婚するつもり全くなかったっていうけども。そうですね。どちらかというと、向こうの方が全然私にべったりだったんですね。はい。結構、向こうの方が私がいないとダメだみたいな感じだったんで、はい、今なんかそれが180度変わってしまったような感じになってしまいまして、うん、まあ要するにあなたの方が実はしがみついていたんでしょ？まあそういうことになるみたいですね。うん。些細な喧嘩ってどんな喧嘩ですか？まあ彼女結構大雑把というかガサツなとこがありまして、はい。まあ、お互い仕事してるんですけども、はい、食事とかは作ってくれるんですけど、あんまり家事が得意ではない方なんですね、はい、で私の方も細かいところなんですけど、こういうところ掃除しといてとか、はい、掃除のやり方とかですね、そういうのを教えるんですけど、はい、そういうのができなかったりで、一番その出てた時に喧嘩したのが、彼女は夜長電話をしてるんですね。はいはい。1時間とか1時間以上ぐらいですかね。はいはい。で、初めは私も別にそんなに、まぁ、ちょっと電話していいっていうことで、あ、いいよっていう話で、はい、まぁ、初日は別に気にも留めなかったんですけども、はい。それが2日3日連続で続きまして、はい。私が家に帰ってながら、二人きりの空間で、はい。まぁ、別の部屋に行ってますけど、はい。長電話、せっかく私が帰ってるのに、はい、長電話するのは失礼じゃないかってもいうことを注意しまして、はい、電話なんか長くても5分10分だろうっていう話で、はいはいはい、怒ったんですね、はいはい、で私がいるのにそれ失礼だからやめてほしいっていうふうに言ったんですね、はい、でその場はじゃあ分かったっていうことだったんですけど、はい、またその次の人とかに同じことをしたんで、はい、それですごく怒ってその次の日かなんかに離婚届を持ってきて、ちょっとその時かなり頭に来てたんで、それは頭に来るね、はい、だけどそれ今あなたが頭に来てね離婚届持ってきたっていうのはよくわかんだけども、はい、他の人でね、例えば他の家庭でもいいんだけれども、あなたの、はい、友達でも誰でもいいけども、はい、同じことをされたら、はい、離婚届持ってくるほど頭に来たかね。まあ、いかないかもしれないですね。まあ、もともと自分の性格も短気なところがあるので。短気じゃないんじゃないのかな。関心が欲しいんですよ。うん、他の人との関係でも十分そのなんていうのかな、小さい頃親からの関心をもらって満足して成長してきたって
いうことでもないんじゃないの、どっかで。それで今、あなたの相談っていうのは、はい、脅しのつもりで持ってきたら、それが奥さんが家を出るところまで来ちゃったと。はい、もう2ヶ月近く経っちゃったと。はい、どうしたらいいんでしょうっていうことですかね。本心は戻ってきてほしいですね。で、あなた自身は離婚するつもりはないということですね。はい、はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃったので、はい、伺ってみたいと思います。はい、こんにちは、中川です。はい、すいません、お願いします。今ね、はい、たまにメールでやり取り連絡はあるとおっしゃったでしょ、はい、どういう連絡があるんですか、奥さんから。体調はどうっていうような心配するようなメールは来ますね。あ、そう、心配してくれてんだ。ただそんなに心配なら戻ってきてほしいっていうようなことを返しますと、気持ちは変わらないから戻れないみたいな、よくわからないんですあなたね、はい、言っちゃ悪いけどさ、なんかごっこ遊びしてるみたいだな。あのね、はいはい、あなた脅しのつもりで離婚届を出したっておっしゃったでしょ、はい、それで脅しのつもりであなたの意図するように本当に脅しの効果をね、はい、持つためには向こうからすれば本気だと、はい、思うような、はい、受け止め方の出し方じゃなかったら脅しにならないでしょ、はい、だから向こうは本気だと思った、はいはい、まあ、当たり前の話でしょ、はい、あなたがいくら心の中で脅しのつもりだと思ってようと、はい、脅そうとするには、ね、はい、向こうが本気だと思わせ、男性の方からね、別れるって口に出しちゃったら、はい、それはもうおしまいなんだよ、はい、はっきり言って、はい、と彼女にしてみればこの先、今さっき申し上げたように奥さんにとってもそうだけども、人の性格ってね、大人になれば基本的に変わりませんから、はい、そうするとあなたはそうは言うけれども、はい、そこまで一旦やられてるから、はい、あなたと一緒にやっていけるかどうか正直自信はないんだと思いますよ。そうですね。だからね、あなたが今できることっていうのは、はい、であなたの気持ちが奥様のことを本当に好きで本気で別れる気なんて毛頭ないんだと言うんであれば、はいはいはい、繰り返し繰り返しね、はい、そのメッセージを送り続けて、さあ彼女が改めて振り返ってくれるかどうか、はい、それにかけるしかないですよ、はい、でも、はい、なかなか難しいことかもしれませんよ、はい、ねえ先生今中川先生の話を僕もずっとね、はい、そうだなと思いながら伺ってきたんですけどね、隣で、はい、あなた脅しなんだけれどもね、はい、内容はどういうもんだと思う？内容、うん、愛情要求です。私をもっと愛してという愛情要求。あでね、さっき家事をしてくれないと掃除の仕方が教えてるのって言ったけども、はい、ひょっとして、はい、ひょっとしてですけれども、お母さんのような掃除の仕方をしてほしいんじゃない？家事も。そうですね、そういうのはあるかもしれないですね。つまりね、あなた短気な性格って言ってましたよね、さっき。はい、短気な性格じゃなくて甘えん坊なんですよ。はい、お母さんのような女性を求めていた。もしもし。もしもし。はい、テレフォン人生相談です。あ、すいません、お願いします。最初に年齢を教えてください。34です。34歳。独身ですか？結婚してます。結婚してます。奥さん何歳ですか？30です。30歳。お子さんは？いないです。いないですか。じゃあ今お二人で暮らしてるんですね。そうです。はい、わ、はい、かりました。でどんな相談ですか？はい、その奥さんが2ヶ月弱ぐらい前に出ていっちゃいまして、はい、結婚してからどのぐらい経つの？もうすぐ3年です。もうすぐ3年。3年目になりますね。3年目ですね。はい、で2ヶ月前ぐらいに家を出てしまった。はい、はい、それでもう連絡が来てないの？今たまに来ます。メールかなんかが来るということ？そうですね。はい、うん、
で、なんで出てったんですか。初めは些細な喧嘩だったとは思うんですけども、はい、向こうが言うにはですね、はい、まあ、私もその時はちょっと結構頭に血が上ってたものですから、はい、離婚届をもらってきまして、はい、で、まあ、脅しというか本当にこう分かってほしいっていう気持ちでですね、はい、彼女を直してほしいところとかをですね、はい、こういうところに直してくれないともう離婚するぞみたいな、はい、離婚する気っていうのはもちろんなかったんですけども、はい、まあ、脅しのつもりでそれを出しまして、はい、そしたら、まあ、彼女が言うにはそれを見た瞬間になんか全て冷めてしまった、全てなんか気持ちがもう離れてしまったっていうんですね、はいはいはい、でそれでもう出て行ってしまったんですけど、なんか些細なことでここまで大きくなっちゃうっていうのは、はい、これは口実で些細なことっていうのは、もともとなんか気持ちが離れていたっていうことはないんですか。まあ、あなたはなんか離婚するつもり全くなかったっていうけども。そうですね、どちらかというと向こうの方が全然私にべったりだったんですね、はい、結構向こうの方が私がいないとダメだみたいな感じだったんで、はい、今なんかそれが180度変わってしまったような感じになってしまいまして、うん、まあ要するにあなたの方が実はしがみついていたんでしょ。まあそういうことになるみたいですね。うん、些細な喧嘩ってどんな喧嘩ですか。まあ彼女結構大雑把というかガサツなとこがありまして、はい、まあ、お互い仕事してるんですけども、はい、食事とかは作ってくれるんですけど、あんまり家事が得意ではない方なんですね、はい、で私の方も細かいところなんですけど、こういうところ掃除しといてとか、はい、掃除のやり方とかですね、そういうのを。これからね、はい、僕は大人になる努力をして頑張りますと、はいそういうアプローチの仕方しかないんじゃないのかな。そうですね。彼女もすでにね、寂しかったんですよ。はい。向こうもべったりって、彼女もべったりしたかったんだよね。はい。おそらく彼女は男と女の関係を求めていたんだろうけれども、はい。あなたがまだ大人になってない、男になってないからね。僕のお母さんじゃないよっていうことで出ていったっていうことですよね。そういうことです。そういうことですよね。うん、はい。だからもう自分はお母さんじゃなくて、はい、これからは一人の女性と一緒に生活を築いていきたいと。はい。まあこれはもう中川先生もよくラジオでおっしゃるんだけどね、はい、ただ女が一旦冷めたら元に戻らないよっていうのは。そうですね、はい。だけどこれがまあ戻ってきてくれたにしてもね、はい、戻ってきてくれなかったにしても、はい、あなたにとってはいい経験だよね。まあ見た瞬間気持ちが冷めましたというあの彼女の一言で、はい、俺は男になるんだという、そうして人生を出発してきて、はい、あ、今日の幸せがあると50歳の時に思えるかもしれないでしょ。そう、そう思えたらいい。はい。思えるんじゃないの。覚えるように頑張ります。そうですね。はい、はい、じゃあどうも失礼します。はい、ありがとうございます。依存心を愛情と合理化している人は多いです。短期じゃないんじゃないのかな。うん、関心が欲しいんですよ。うん、うん、他の人との関係でも十分そのなんていうのかな、小さい頃親からの関心をもらって、はい、満足して成長してきたっていうことでもないんじゃないの、どっかで。
それで今、あなたの相談っていうのは、はい、脅しのつもりで持ってきたら、それが奥さんが家を出るところまで来ちゃったと。はい。もう2ヶ月近く経っちゃったと。はい。どうしたらいいんでしょうっていうことですかね。本心は戻ってきてほしいですね。で、あなた自身は離婚するつもりはないということですね。はい。はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃったので。はい、教えるんですけど、はい、そういうのができなかったり、で、一番その出てた時に喧嘩したのが、彼女が夜長電話をしてるんですね。はいはい。1時間とか1時間以上ぐらいですかね。はいはい。で、初めは私も別にそんなに、まあ、ちょっと電話していいっていうことで、あ、いいよっていう話で、はい、まあ、初日は別に気にも留めなかったんですけども、はい、それが2日、3日連続で続きまして、はい、私が家に帰ってながら、2人きりの空間で、はい、まあ、別の部屋に行ってますけど、はい、長電話、せっかく私が帰ってるのに、はい、長電話するのは失礼じゃないかってもいうことを、注意しまして、はい、電話なんか長くても5分10分だろうっていう話で、はいはいはい、怒ったんですね、はいはい、で私がいるのにそれ失礼だからやめてほしいっていうふうに言ったんですね、はい、でその場はじゃあ分かったっていうことだったんですけど、はい、またその次の日とかに同じことをしたんで、はい、それですごく怒ってその次の日かなんかに離婚届を持ってきて、ちょっと、その時かなり頭に来てたんで。それは頭に来るね。はい。だけど、それ今あなたが頭に来てね、離婚届持ってきたっていうのはよくわかんだけども、はい。他の人でね、例えば他の家庭でもいいんだけれども、あなたの友達でも、はい、誰でもいいけども、はい、同じことをされたら、はい。離婚届持ってくるほど頭に来たかね。いかないかもしれないですね。まあ、もともと自分の性格も短期なところがあるので。短期じゃないんじゃないのかな。うん。関心が欲しいんですよ。うん。うん。他の人との関係でも十分その、なんていうのかな、小さい頃、親からの関心をもらって、満足して成長してきたっていうことでもないんじゃないの、どっかで。それで今あなたの相談っていうのは、はい、脅しのつもりで持ってきたらそれが奥さんが家を出るところまで来ちゃったと、はい、もう2ヶ月近く経っちゃったと、はい、どうしたらいいんでしょうっていうことですかね。本心は戻ってきてほしいで、あなた自身は離婚するつもりはないということですね。はい。はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃってるので、はい、伺ってみたいと思います。はい。こんにちは、中川です。はい。すいません、お願いします。今ね、はい。たまにメールでやりとり、連絡はあるとおっしゃったでしょ。はい。どういう連絡があるんですか、奥さんから。体調はどうっていうような、心配するようなメールは来ますね。あら、奥さんは、まあその時は家で話したんですけども、うん、もう結局その日はもう出てってしまいました。男性の方からね、別れるって口に出しちゃったら、はい、それはもうおしまいなんだよ、はい、はっきり言って、はい、と彼女にしてみればこの先、今さっき申し上げたように奥さんにとってもそうだけども、人の性格ってね、大人になれば基本的に変わりませんから。はい。そうすると、あなたはそうは言うけれども、はい。そこまで一旦やられてるから、はい。あなたと一緒にやっていけるかどうか、正直自信はないんだと思いますよ。そうですね。だからね、あなたが今できることっていうのは、はい。で、あなたの気持ちが奥様のことを本当に好きで、本気で別れる気なんて毛頭ないんだと。はい、言うんであれば、はいはい、繰り返し繰り返しね、はい、そのメッセージを送り続けて、さあ彼女が改めて振り返ってくれるかどうか、はい、それにかけるしかないですよ、はい、でも、はい、なかなか難しいことかもしれませんよ、はい、ねえ先生ね今中川先生の話を僕もずっとね、はい、
そうだなぁと思いながら伺ってきたんですけどね、隣で。はい、あなた脅しなんだけれどもね。はい。内容はどういうもんだと思う？内容。うん。愛情要求です。私をもっと愛してという愛情要求。ああ。でね、さっき家事をしてくれないと掃除の仕方が教えてるのって言ったけども、はい、ひょっとして、はい、ひょっとしてですけれども、お母さんのような掃除の仕方をしてほしいんじゃない？家事も。そうですね、そういうのはあるかもしれないですね。つまりね、あなた短期の性格って言ってましたよね、さっき。はい。短期の性格じゃなくて甘えん坊なんですよ。はい。お母さんのような女性を求めていたの。で、離婚の脅しは、その愛情を要求したんです。そうですね。ちょっと最後にきついようなこと言っていい？離婚届を見た瞬間、はい、気持ちが冷めましたって言ったでしょ、はい、内容はあなたの正体が見えましたってことです。だから そうですね、心配してくれてんだ。ただそんなに心配なら戻ってきてほしいっていうようなことを返しますと、気持ちは変わらないから戻れないみたいな、よくわからないんですね。あなたね、はい、言っちゃ悪いけどさ、なんかごっこ遊びしてるみたいだな。あのね、はいはい、あなた脅しのつもりで離婚届を出したっておっしゃったでしょ、はい、で、脅しのつもりであなたの意図するように本当に脅しの効果をね、はい、持つためには向こうからすれば本気だと、はい、思うような、はい、受け止め方の出し方じゃなかったら脅しにならないでしょ。はい。だから向こうは本気だと思った、はいはい、当たり前の話でしょ、はい、あなたがいくら心の中で脅しのつもりだと思ってようと、はい、脅そうとするにはね、はい、向こうが本気だと思わせなきゃしょうがないんだから。はい。それで熱が冷めたと、はい、言われてもそれは自業自得だわな。そうですね、はい、一つからもう一つね、あなたその時こういうところを直さないとっておっしゃったでしょ。はい。でそれ例えばガサツな性格でね、はい、家事がどうこうってお話の中で掃除のやり方が、はい、あなたからするとガサツで、はい、ね、でやり方を教えるけれども、はい、それができないとおっしゃったでしょ。はい。でそれは家事の得手増えてはあるんだし、好き嫌いがあるからさ、あのどうでも直せって言ってみたところで、うん、治りこないっすよ、そんなもん。はい。そういう性格だけれどもお互いに必要と思い尊重し、はい、一緒に暮らす覚悟があって、はい、初めて夫婦なんじゃないですか。はい。ね、それがね、はい、例えば闇雲借金してくるとかさ、そういうシリアスな話だったらちょっとそれは別なんですよ。はい。だけどさっきあなたがおっしゃったレベルのようなこと、はい、まあはっきり言って長電話だってそうですよ。はい。1時間話してんだったらいいじゃん、その間あなた好きなこと自分でやってりゃ。はい。あの夫婦として一緒に暮らしていくことからするとね、はい、続きようがないです。うん。それでただ、はい、幸いにね、はい、奥さんの方が、体調どうなんてね、メールよこしてくるじゃ、わけじゃないですか。はい、で、それに対して心配なら帰ってこいってね、そりゃないでしょ、あなた。そういう言い方はしてないですけど。無論、うん。どういう言い方したの、はい、メールでは、うん、戻ってきてほしいとか、うん、2週間ぐらい前に実際に会って話し合って、うんうん、その時に、当然今までのことを謝りまして、うん、はい、戻ってきてほしいことを伝えて、うん、そして